はいどうも、マジックバーダダムのリキです。ドローです。ヤンシです。はい、ということで今日は二人ともアニメは好きですか？アニメ、漫画、大好きですね。アニメ、まあ、最近はちょっと漫画あんまり読まないですけど、アニメが読むかな。読むとしたら限られてきてる感じもあるけど、そうですね、基本好き。すいません。ということで、今日は2人にアニメクイズをやってもらいましょう。そういうのやりたかった。ちなみに、はい、どんなアニメが好きですか？まあ世代的に言うと、どんなっていうとあれだけど、はい、幽遊白書とか、ファンタジー系が好きですね。そうだね、なんかバトル系とか。あ、バトル系ですね。その主人公がこう成長してって強くなってとか、ギャグ漫画日和とか。あ、いいですね。大好き。五点選手でいいかな。先に五点。先に五点、選手した方が勝ちということで。はい。やっていこうと思います。はい、かしこまり。ということで早速いってみましょう。チェケラ。チェケラ。はい、じゃあ第一問。はい。ジブリからで。はい。ジブリ作品の一番最初のセリフ、これを聞いて何の、作品か答えてください。はい。いきます。はい。今夜に決めたわ、出発よ。あ、はいはい、じゃあせーので、はい、せーの、はい、ドン。魔女の宅急便。素晴らしい。あ、これはね、もうあの有名なシーンですよ。これは2問、はい、まあ、1点1点ですね。はい、行きましょう。ジブリ千と千尋の神隠しから、はい、はい、主人公である千尋の名字は、これはほら名前こう取る、ペリペリペリって剥がれるシーンで出てきてるんで、ただちょっとね分かりづらい名字ですね。前どっちだったっけなってなるやつ。はい、確かじゃあ行きましょうか。全然違うかも。せーの、はい、ドン。草の、あ、草間。あの太郎くん最初草間って書きましたよね。はい、じゃあそうだ、答え合わせ行ってみましょう。はい、荻野です。なんだ荻野。いきましょう、第3問、ドラえもんからです。いいね。のび太の母親の名前は、たまに出てくるかな。なんだっけな。おい、あ、じゃあヒント出しましょうか。はい、子がつけます。うん、最後子がついたなと思ってた。はい、つけましょう。はい、じゃあ行きます。はい、せーの、ドン。はい、幸子さん、よしこさん、ごよしこ。まあまあ年代的な名前です。ちが入る気がしたんだよね。ちよこだったかな。お、答え合わせいきます。はい、のび、たまこさんです。たまこさん。たまですよね。たまだった。たまこさん。じゃあ第4問いきましょう。はい。もう一回じゃあドラえもんで。はい。静香ちゃんの好物、食べ物は。残念。はい。はい。OK ですか。はい。せーの、ドン。ショートケーキ。焼き芋。ショートケーキの方が静香ちゃんっぽい。はい、アニメ検定をやっていたんですが、諸事情あって持ち越しました。はい、で今4問目の、静香ちゃんの好物はの答えたところで終わったんで、そこから今、1対1で静香ちゃんの好物は焼き芋ですね。で、はい、ショートケーキと答えたんですが、うん、焼き芋ということで、はい、太郎くん2点で、今ヤンシ君が1点、はい、というところで焼き芋ください。はい、続きを、焼き芋、はい、欲しいの。点数いらないんで焼き芋で。いや、点数もらった方が絶対いいですね。ということで5問目からまた再開したいと思います。はい、はい、
クレヨンしんちゃんのアニメでヒロシが勤めている会社の名前、これ出てくんの？ちなみに漫画はアクション少女だと思います。漫画は、はいはい、じゃあいきましょう、はい、せーの、ドン、はい、野原少女、春日部少女、おあの、しんのすけなのかな、はい、どちらかというとこっちっぽい感じしますけど、春日部、あ正解は、はい、双葉少女です。あら全然違う普通の名前だったんです。野原家の実家、しんちゃんのおじいちゃんおばあちゃんの家がある都道府県は野原家です。広志側の家です。これでもよく出てくるだよね、うん、そうなんだよね。はい、いいですか、せーの、ドン、秋田、静岡、秋田、静岡、答え合わせいきましょう。だっけ、秋田県です。秋田、そう、今3対1になりました。7問目になります。はい、コナン、名探偵コナンから、うん、灰原哀の組織に在籍していた際のコードネームは、灰原さん、灰原さんですね。まあ、有名なのはあのお酒の名前というのがね入ってきますが、いいですか、はい、せーの、ドン、はい、シェリー、新座のオランチョ、新座のオランチョって何だよそんなそんなお酒あったっけ、オレンジのいける新座の出題者が何って言ってる時点で違うんですよねはい、正解はシェリーです、イエス、シェリーです、イエス、正解、3対2になりました。じゃあこのままもう一問いきます。はい、毛利小五郎が大学時代に所属していた部活は、こんなシーンがあったような、はい、いきましょう、はい、せーの、はい、水泳、柔道、水泳、柔道、はい、なんか助けるシーンなかった、あ、俺と一緒に、正解は柔道です。あの犯人を背負い投げするシーンがあります。感じが合ってたことわからん、合ってます。はい、ここでちょっと気を取り直してというか同点なので、うん、初代プリキュア、2人がプリキュアかな、うん、から1問出したいと思います。選択肢付きでいきます。2人はプリキュアから、キュアホワイトのパートナーの名前と尻尾の形、尻尾、はい、1いきます。ネップル、星型、2ピーチ、花型、3ココ、丸型、4ミップル、ハート型。まあ名前で覚えてるか、すいません、尻尾の形で覚えてるか。ハートなんて、あの人形みたいなやつ、あ、人形、ぬいぐるみみたいな、もう一人いたこの話じゃなくて、あ、違います違います、ぬいぐるみ、あの黒と白のぬいぐるみいたじゃないですか、もう一回言って、しかも黒と白だった、え、黒と白じゃなかったっけ、わかんない、わかんないですけど、はい、もう一回いきます。メップル、星型、ピーチ、花型、花ですね、ココ、丸型、ミップル、ハート型ということで、もう一回言ってごめん、もう一回言って良いですか、はい、せーの、ドン、ピーチ、花型、おう、3番、ココ、丸型、おう、はい、じゃあ答え合わせをいきます、4番、ミップルです。ちゃんとあのぬいぐるみたちがミップル、メップルって最初に言うんです。ああ、じゃあ相方はもうそんな感じです。メップル、ミップルだったらどっちかわかんない、ピーチって何、そいつらはそいつらでフェア、そうです、フルがね、2つあったからどっちかかなと思ったけど、あえて逆に、うん、ココってのもいた気がするんだよな、
それ3番目ですね。はい、今3対3の状態で9問目で、うん、何問目まで行ってます？7問目が終わって8問目に来ました、うん、ドラゴンボールから、はい、いきます。ブルマの父であるブリーフ博士が発明した大きいものを圧縮してカプセルに収め投げると取り出せるものは、これでも一番最初から出てきますよね。うん、これ、うん、はい、いや、うん、いきましょう。でいいですか、はい、せーの、ドン、はい、ポイポイカプセル。いやそっちか、やっぱポイポイカプセル、そっちか。正解はホイポイカプセルです。おー、ホイポイ、やっぱホイポイだよ、ね、いや、僕はポイポイだと思ってます。それで悩んだ、ポイポイだった気がするなと思って、ちょっと不安だった、どっちかも。はい、ということで現在4対3ということで、ね、マッチポイントです。はい、次で決めたいと思う。はい、いきましょう。はい、9問目、はい、ドラゴンボールの世界で使われている世界共通の通貨といえば、せーの、ドン、ジェニー。あ、ギル、ジェニーだ。ギル、ジェニーかゼニーか、ジェニーだ。ゼニーかジェニーで悩んだ。ギルって多分俺が書いたんだけど、クロノトリガーだ。さあ正解いきましょう。通貨の名前はゼニーです。あら、惜しい。残念でした。最初のやつじゃん。はい、じゃあそのまま今また3対4の状態なので、このままドラゴンボールからいきたいと思います。ピッコロが天下一武道会に出場した際に使った名前は、いや、カタカナですね。え？ピッコロってあのピッコロ、ピッコロさんでしょ？ピッコロさん。なんか分かったかも。分からん。せーの。はい。田中。田中？マジュニア。ああ、そうだね。田中って。はい、答え合わせいきます。マジュニアです。ほら。ちなみにカタカナなんですけど、あ、まあまあまあ、OK です。あ、ありがとうございます。5点選手、完全にカタカナということで、その流れだといったところでおめでとうございます。ありがとうございます。結構難しかったですね。うん、難しいって楽しかったですね、まあ、懐かしくて、難しいか、うん、アニメが懐かしい、うん、まあ、あられちゃんとかね、問題だ出たら大体大丈夫だった。あー、そうだ、先に言ってほしかったな。いや、あられちゃん、なんか今思い出した、うん。はい、ということで今回の勝者は太郎くんということになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこの動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。どうも、おじくば太郎でした。バイバイ。皆さんこんにちは、いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。太郎です。リキくん、はい、カラオケといえばマイク。いやいや、リモコンだから。え？いや、カラオケは電木でしょ。あれ、そうだっけ？やば。次回、心を一つに。